ふっかさんと、佐久間さん、渡辺さんの3人で共通の趣味の話をするグループメールがあるとの記載についてです、うん、3人の共通の趣味とはどんなことでしょうか、うん、3人の共通の趣味が思い浮かばずラジオで話せる範囲で大丈夫ですのでぜひ教えていただけると幸いです。これはね、あ、このメールねたくさん届いてたっぽいっすよ、すごく言いづらい。え、これはじゃあそのいつぐらいからあったんですか、時期的には。え、でもここ 1,2 年じゃないですかね。なんか、いや、これね本当にねこの子には申し訳ないんだけど、うん、やっぱねこうちょっと明確には答えづらくて、そのなぜかっていうと、うん、多分ちょっと印象が落ちる。と多分なんかあんま好感度的には良くないのかなっていう。でもあれだね、その何かを収集するっていうことかな。その何かを収集してるの僕たちは。ヒントで言うとこうちょっとこう男のロマン。ちょっと待って、なんかいろいろ想像させてしまうな。逆に。まあでも間違いじゃない。うん。まああとさ、ほらふっかさん、ふっかさんとかね特にね、そのなんかカードとかもすごい集めたりとかね。男のロマンって聞いて、そのなんかいやらしいものは想像しないでいただきたい。そっちのベクトルではない。ではない。なんか憧れ的な。たまたまね、その、うん、みんながそういうものを集めてるって聞いて、あ、俺も集めてんだよねみたいな。うんうん、で、どこどこになんかこれがあるらしいとか。うん、なるほどね。そのなんか情報をね仕入れる。この間も、うん、その男のロマンを集めに行くために、うん、3人で休みの日に、うん、新幹線乗って名古屋行きましたよ。行ってたね。ふっかさんが新幹線のチケットを俺と佐久間のやつ買っといてくれて。いや、じゃあリサーチ不足ではないってことだよ。だって言ってないんだもんね、多分どこでも、ね、あ、そう、言ってない言ってない。そうだから、だから本当にでも言ったらちょっとその印象が下がる。だから言いたくない。でもね、あのね、もうラジオで話せる範囲で大丈夫ですのでって言ってくれてるから、うん、だから本当こう申し訳ないけど、うん、お前には答えられない。ごめん。憧れというかそういうものの、う、うん、で収集っていう、うん、だからもうちょっとこう目を凝らして、うん、多分僕らのことを見てたらもしかしたら分かるかもしれない。確かに分かる人分かると思う。そう、分かる人は分かると思う。探してくれたら、うん、やっぱこうやってやっぱこう、うんうん、泳がすっていう。チョッピーのやり口。泳がす泳がす。頼む、泳いでくれみんな。いやでも